皆さんどうもドラゴン TK です。じゃあね、今回も新作のその影響線やっていきましょう。てことでね、今回はストーリーの方で進めていきましょう。その手にはアスガード劉備の最新で発見するも持ち場は取り囲まれてしまって、曹操軍のディコイモを突破して劉備のもとへ帰還せよというね、まあ普通のシナリオになってますね。今私が帰れないと言っていたけど、あなたそんなに私が帰ることに執心していたかしら。してないね。そりゃあ当たり前でしょう。ここまでいろいろ苦楽を共にしているんだし。でも私がいなくなると、あなたの大好きな孤児研究ができなくなるんじゃない。無事にいてくれさえすれば必ず機会は訪れるはずなんだ。機会？それって油断するな。我らはまだ敵の勢力圏内にいる。今日のそうだ、早く劉備殿のところへ戻らないと。ほら行きましょう。レイカさんお、その職は使えんのかよ。え使えんの。まあいいや、行きましょう。ライヒンとチョウンとね、その証拠と一緒にやっていきましょう。これ以上の失態は許されません。劉備は取り逃がしましたが、あの者たちは何としても捕らえてみせます。無理だよ。主役たちが来てくれたのは良いが、まだ予断を許せぬ状況だ。なんとか窮地を脱し、劉備殿のもとへ帰らねば。じゃあね、帰りましょう。曹操軍の包囲破り、うわ、20体以内に出してんや。到達せよ。曹操軍真っ只中に入っちゃったからな。マジか。脱出するには敵部隊を撃破しつつ、どこか突破口を見出さないと。おマジで。おう曹操軍の部隊を撃破し、敵の士気を下げよう。オッケー、理解しました。まあこれでいきましょうかね。残るの。あ、52。マジか。まあ一回知らないか。いいね。のこのこと首を差し出しに来たバカをそのまま返すと思ったか。うわ、またかこの親か。俺がここで切り捨ててやる。切り捨てんでいって。腹立つなあ、あいつは。おう、ミス。素晴らしい。ウェイ、これでか。これでか。368。やばいよ。死ぬよ。こんなん死ぬよ。ちょっと待ってよ。お、ゼロになった。3人と共鳴していこう。もうこれはそうするしかないわ、絶対にな。でこうやったら、ちょっと待て、考えさせてよってね。まずここで、あ、これでいいんじゃね。せやね。でここに行って、あ、攻撃と攻撃ゼロやろ、ゼロやろ。 OK、 おっしゃ、サコートやってくぞ。これはこのハートな60%、素晴らしい。
せやドラッレベルは上がらんと。王将様の邪魔してるのはおめらだか。てかみんなおいらがやっつけてやるで。それは無理やろ、お前デブやもんお前デブやもんおう結構食らう。おうちょっと待って、おやばい、その情報やばい、やばい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 、ちょっと待ってちょっと待って、どっか来る。おうなんとか入れた。あ、違う違う違う、アイテムちょっと使っていく。どうしゃーい、なんとかよかったい。攻撃じゃい。ではどうだ。ありがとう。おサポートできた。おうレベル54になった。ここは表明していこう。オッケー。ああちょっと行き過ぎた、行き過ぎた。ここでいいか。なあ、え、これでこんだけしか与えられへんの、やばくねえか。うわ、あ、これがあった、これがあった。おっしゃ、どうだ、いけるか、どうだ。あー、いったマジか。我が前に立つ者は命を捨てたと心得よ。長領やばいって。待って、うわ、使ってくれたな、おい。それなりの覚悟できてんだよな。ちょっとやばくねこれ。うわ、ゾクゾクと。うわ、ちょっと待って、怖い。まあ、こういった敵は無視していった方が良さそうやな。うん、池がてら付き合っていく感じでいいか。もうな、くそ、数が多いと分かってはいたが、一体どれだけ出てくるんだ曹操軍は。本当に敵中突破できるのだろうか。どうになってくる。俺もな、ほんとキリがないのね。どこかで逆転の一手を打たないと撤退しきれるかどうか。おい、お前ら大丈夫か。お曹操軍の相手はこの栄飛と張飛様が引き受けるから、早くこっちへ戻ってこい。ありがてえ張飛。張飛殿、俺たちのためにたった一人で。うん、むちゃくちゃやいね。むちゃくちゃだけれど、本当にありがたい。今は彼を頼り、なんとか長半橋まで下がろう。長半橋まで下がるか、オッケー。うわ、いすぎ、出すぎ、マジで出すぎ、やばいってこれ、マジあかんって。極めて、どう、ここまでしか行かれへん。え、なんで。よっしゃ、これでいいやもん。うわ、ついよ、53。はぁやな、お前。ここでこいつやっていくわ。もう今日こっちに人を捨てるから。おなっどうだ。しゃあ、オッケー、いけた。社長元気だ。やっぱりデブは。この俺が押されているか。カコード、いや、一時撤退戻ってくるとか好都合です。追撃の兵を増やし、彼も捕らえましょう。もうええって。加工園ちょっとやばいな、あいつ夢違いやんな、確かな大丈夫。ちょっと敵のターン多すぎる。う
が、あか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 、上司やられるって。おお、あ、ありがとう。オッケー、ゼロチャープ、よっしゃい。なんおっしゃ、いけた、あ、終わり、あ、やった、ワンの早今回、多分、まあ、いそこにはいけなさそうやな。おー、結構来た、おお、星5、いいね、星5一個だけか、マジかそれちょっとやめてやな。まあでもここで多分天下三分、いや、こんかったんかい、アニメーション。劉備殿の天下を描くためには、ここで曹操の勢いをくしかねばなりません。なるほどね。そこで江東の孫権殿と同盟を結びます。なるほど。孫権殿、まさか孫作殿は、残念ながらお亡くなりになってるね。お亡くなりになりました。関東で曹操と袁紹が対立している最中のことだそうです。なるほどな。孫作殿、孫権殿はお若いながらも兄の後を継いで立派に国を治めています。うん、力を合わせれば曹操に打ち勝てましょう。そうやね。孫権殿の聡明さは私も聞き及んでいる。諸葛亮、この同盟はそなたに任せたぞ。まあね、諸葛亮殿、そうそう、ね、お話は分かった。邪魔になる敵やから。だが我らが連合しても兵の数は敵に遠く及ばぬ。果たして本当に勝てるとお思いなのか。周遊出てきたよ。こちらには地の利があり、そして勇猛な将も揃っております。なるほどね。何より霊の力を我らは三つ所有している。まあ、それな。敵は一つ。この差をつき、力を使いこなせれば、間違いなく勝利をつかめましょう。はあ、次へ行きの戦いは霊下によって持たされ、勝利を持たされる。間違いなく。ああ、ちょっと言えてない。あ、やばい。随分自信が終わりのよ。あかん、もう呼ばれ、言われ。ならば見せてもらうとしよう。画僚と呼ばれた男が描く勝利への軍略を。ようやく言えた。まあ今回はこれぐらいにしておりにしましょう。これ、あかん、仲間に加わったリュウ君、勝利も、諸葛亮も。おう、天板今日も開かれた。まあ今回ね、これぐらいにしておりにしましょう。ということでね、ご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録と Twitter アカウントのフォローね、よろしくお願いいたします。一応ね、概要欄のところにね、Twitter のリンク貼っておきますんで、もしよければそちらからのトップでフォローをお願いいたします。では、さらば。